様こんにちは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今聖地で浄化をしております。さて、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等を励みになっております。そして外国の方も見ていただいてますので、英語でもご挨拶させてください。 Hi guys, I'm Princess Mose here. How's going on? はい、このチャンネルでは英語、中国語、フィリピーノの字幕をつけてお送りしております。さて、今日なんですけれども、金星が愛の星、金星が5月の28日に牡羊座から牡牛座に移動します。愛の星が移動します。次、牡牛座から双子座に移動するのは6月の23日なんですけれども、今回金星が牡牛座に入ることによって、あなたの恋愛運がどう変わっていくのかというのを見ていきたいと思います。ちなみに今回非常に金星牛の影響が強い方は、もちろん牡牛座さん、月がね、牡牛の方ももちろんですよ、牛に星座がある方、そして、太陽星座、月星座ともにヤギ座の方、サソリ座の方、そして魚座の方は、今回の金星牛、5月の28日から6月の22日までは非常にいい影響が出やすいです。じゃあ実際にカードでどうなっていくのか、あなたの恋愛運どうなっていくのかを見ていきたいと思います。はい、左から1番、真ん中2番、一番右の方3番なんですけれども、今の段階でピンときたものがありましたら選んでみてください。カードを、開いていきます。1番の方、はい、1番の方はこちら、すべてを抱きしめる、はい、こちらのカードがカード1番。そして2番の方、はい、ありのままで、これが2番の方。そして3番の方、はい、新たな風が吹く、何か韓国ドラマでこういう題名があったような気がしますね、ちょっと昔のドラマで。はい、じゃあね、この3択で選んでみてください。ピンときたもの、はい、じゃあ、あなたの5月の28日金星が牡牛座に入ってからのあなたの恋愛運見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方見ていきます。5月の28日金星が牡牛座に入ってから、あなたの恋愛運がどうなっていくのか見ていきましょう。はい、じゃあね、開いていきます。1枚カードを開いて、はい、じゃあまず見ていきましょう。はい、鳥のカードが出てます。コミュニケーションのカードがね、まず出ました。連絡、話が盛り上がるとか、例えばこういい紹介話、もしくはアプリで出会えるとかね、出会い運も良さそうな感じ。クマ、素晴らしいですね。星が出ました。本、山、お、またここにも手紙です。コミュニケーションがいっぱい。花束、ライダー、はい、棺桶というカードが出ています。
まずじゃああなたの、こうちょっと今までのね、恋愛運っていうところで見ましたら、山が出てたので、あなたの恋がなかなか動きにくかったのかな、進みにくかったのかな、大きな障害、大きなこうライバル、強力なライバル、なんかこうそういう人がいたのかなっていう感じで、こうあなたのね、これが片思いであっても、恋愛中であっても、復縁を望む人であっても、不倫っていう関係の方であっても、こうあなたが望む幸せがこうなかなか満足感がないというか、なんでこの恋こんなに大変なんだろうみたいに思うことが、もしかしたら過去っていうのはね、大きかったのかなっていう感じがしています。でも素晴らしいですね、ここ。星、鳥、ライダー。まず、出会いを求めてる方。素晴らしい出会いが、あなたにとってこう理想の人みたいな、そういう出会いがありそうです。もちろんあなたの年齢にもよるんですけれども、なんかこう若いとか 年下っていうね、イメージがね、出てるんですよ。なので、こうどんな私は出会いでもいいと思うんですけれども、まあ今やっぱりね、まあ紹介とかもあると思うんですよね、いくらアプリが主流になってるとはいえ。でもこう出会いを求めてる人は、もうこれはぜひ ぜひこう頑張ってみてください。もう本当に素敵って思えるような、そういう人に出会えるんじゃないでしょうか。特にですね、まあこのね、1日からなんかこう16日ぐらいまでがなんか特にチャンスだよみたいな感じで出ています。でももう一回言うんですけれども、5月の28から6月の22日までは金星が牛なので、まあぜひ積極的に行ってみてください。そして今あなたが音信不通、復縁を望んでいる片思いの方っていう方も、ここなんかこういろんなコミュニケーションがかなりスムーズに進んでいく予感がします。返信が来る、返信が早くなる、あの人から連絡が来る、お誘いが来る、こうもしかしたらこう2人かな、2人でこう遊びに行ったりとかする可能性も十二分にあります。そういうね、嬉しいカードが出ています。で、まあ、ここに手紙、あ、本、あ、ごめんなさい、本、手紙、棺桶っていうカードが出てるんだけれども、まあ、音信不通だった人は、やっぱり復活しますよっていう形、動き出しますよっていうことで見ることができます。特にですね、まあ、ここの斜めのラインが素晴らしいんですけれども、なんかこう、なかなか人に言えない恋、複雑な恋をされてる方、あとは心に秘めた思いがある方、まあ片思いの人とかもそうですよね。心に秘めた思いがある方は、何かお相手様とこう話というかね、そういうのができるきっかけとかチャンス、そういうものがあるというふうに出ています。なんかこう諦めなくていいよって出てます。あなた自身が今少しこうネガティブになってるのかな、なんかこうなんかね、好きって気持ちはすごく出てるんだけれども、なんかこうこの恋を諦めようかどうか、なんかこうあなたの本能が、もう辛いとかね、言ってる気がするんだけど、私はいやいや、そんなに諦めないで頑張って大丈夫だよっていうことをあなたにね、お伝えしたいです。じゃあ今からタロットとエンジェルカードを含めて、ね、もう少しじゃあ見ていきましょう。お、よいしょ。
ちらのカードと、あ、今回なんか2枚出たので、お、すごくないですか？エンジェ、今ちょっと興奮しちゃった。ごめんなさい。エンゲージメントとウェディングが2枚出ました。すごいなぁ。はい、そして、こちらのカード。やっぱりね、運命の人に出会えるとか、こう、あの人と約束ですよね。エンゲージメントっていうと契約ごとっていうことですよね。だからあの人と、例えばもちろんね、結婚っていう人もいると思うんだけれども、今のあなたの状況から一歩考えて進む出来事があるんじゃないかな。まあこれね、まあ仲直りとかそういうカードも出てるので、復縁色もとても強いのかなっていうことと、あとなんかこう、あなたがね、王冠をかぶってるんですよね。なんかこう、この恋に自信を持つことができるのかな。私は愛されてるとか、そういうものもね、感じています。ちょっとタロットもね、出してみましょう。おー、びっくりした。タロットはね、今日正位置で見ていきます。おお、なんかすごいカードが、コインのエース、ソードのキング、はい、フールです。新しい始まり。やっぱりあの1番さんいいですね。あの形になるって出ていて、それもこうあなたがこう頑張ってきたこと、こう頑張ってきたことをこう受け取るとか、形になるとか、あなたの思いをあの人が受け止めてくれる、で逆もありです。そしてあの人自身もなんかこう、この恋に対して前向きになっていくというか、行動してくれるようなね、恋が、感じがするし、そしてフールも出てるので、なんか二人の新しい関係が始まっていく。おー、素晴らしいですね。よかったですね。やっぱりいいな。じゃあ最後にね、これアドバイス見せてください。はい、とても良くてね、驚きました。はい、じゃあね、これが一番のあなたへのアドバイス。じゃあ見ていきましょう。すごいじゃないですか。あのここね、レッドゴーっていうのはね、やっぱりここのね、棺桶のこのことかなって思うんですよね。あなたが不安に思ってること、なんかこう諦めたいとかね、そういうこうネガティブな気持ち、もうこれは頑張ってポーンってもうあの手放してみましょうって、あなたのね、ハートチャクラ、とてもとても暖かいです。ここをね、オープンにすることができるっていうふうに言ってるし、そしてあなたの成功ね、もう幸せ、なんかすごく輝いてるこう笑顔、光っていうのがすごく見えていますので、この5月のね、28日から6月の22日の流れ、どうぞどうぞ積極的に、そしてね、勇気を持って動いてみてください。きっとあなたは大きな愛、大きな成功を手にすることができるのではないでしょうか。はい、これが一番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ2番の方見ていきたいと思います。5月の28日、金星がお牛座に入ったら、あなたの恋愛運がどう変わっていくのか。はい、じゃあこの中から1枚カードを選んでいきます。
じゃあ開いていきます。怒りのカードが出ています。このカードはですね、まあ、終身雇用とか二人の絆がとてもとても強くなるとか、到達点とかね、ゴールっていう意味もあります。なんかね、絆が強くなるって嬉しいですよね。はい、じゃあ開いていきます。には熊、もうなんか強いカードが、魚、子供、おお、いいですね。星、逆だった星、コウノトリ、カマ、おお、あの人のカードが出た。あの人のカードですよ。わおはい、お待たせしました。なるほど。これね、大きくね、2つに私は今こう考えることができるかなって思いました。まず1つ目、やっぱりあの人との関係がむちゃくちゃ強力になる。本当にこう素晴らしく、こうあの人との精神的な絆とか、あとはね、体の関係とかもそうなんですけど、なんかこうギュッてなんだって感じですけどね、こうギュッて立ってる感じがする。なんかこう強いんですよ、結びつきが。で、私今回別にこれでね、赤ちゃんのことを見ようと思ってるわけじゃないんだけど、なんか魚とか子供とかね、コウノトリとか、あの人のカードもね出てたりすると、なんか望んでる人は、赤ちゃんをね望んでる人はものすごくいい流れになると思うし、逆にそうじゃない方は気をつけてた方がいいかな。きちんとパートナーと話し合ってっていう感じがまずしたということで、前者、今言っている分は本当に絆が強くなるよって、二人が本当に離れられない二人、ギューってなるそういうことが寝てている。そして2つ目、今私が感じたのが、いわゆるあなたがこう長い間付き合ってた人とか、長い片思いをしていた人、いわゆるあなたがこう腐れ縁って思ってる人と、もしあなたが切りたかったら、こういわゆるこうガチャンって切って、素晴らしい出会いがある。これね、あなたにとってどっちかなって感じです。どちらも考えられる。今のあなたの状況とか、あとはあなたの望みですよね。あなたがどうしたいのか、それによって、あの人と頑張りたい、頑張りたいと思うのであれば、こう今のね、あなたの関係性からすると、こうなんかすごくね進んで、こう深い関係になるとか、深い関係の方はものすごく愛し合えるとか、もしかしたらその先にね赤ちゃんが来てくれるかもとか、そういうカードも出ていて、で逆に例えばね、長いこうなかなか復縁できない辛い恋とか、先が見えない恋とか、不倫っていう関係に疲れたっていう方は、本当にね一層ガチャンって切ることができて、その後にものすごい素晴らしい出会いがあるっていう風に出てるので、これはあなたの現状、あなたの気持ちに沿って、なんかこうどちらのリーディングでも、あなたが頑張りたいって思う方向で受け取っていただきたいなっていう風に思いました。このね、恋愛が特にやっぱりね、ここがね、なんかこうあの人のことなのか、未来のあの人のことなのかって感じなんですけど、なんか水も滴るいい男とかね、なんかものすごくこうセクシーな美女とかね、そういう感じで、すごくなんかルックス的にもとても素敵で、もしかしたら自分で仕事をしているとか、自営業の方とか、
かもしれない。あと、移動っていうカードも出てるからですね。案外動き回る、なんか出張が多い人とか、そういう可能性もあるのかなっていう感じで。でもね、今月そうだな、なんかあなたにとってのね、重荷が、なんかこう変な重荷はね、どっちにしろなくなる気がする。ここはね、いいんじゃないかな。そしてあなたが今まで頑張ってきたことに対して成果をね、得れるっていうふうにも出てるので、今のあなたの現状、そしてあなたの気持ちに沿って今の2つのリーディングを受け取っていただければと思います。じゃあもう少し見ていきましょう。のカードが出ています。今回子供のカードがむちゃくちゃ出ますね。驚きます。あ、やっぱり甘い雰囲気になるな。こちらのカードと、あとね、タロットでもね、見ていくんだけど、まず仲直りができる和解のカードが出てるので、まあ、復縁色が強いかもしれません。そして片思いの方ももう一回やり直すことができる、アプローチをやり直すことができるっていうふうにも考えていただいて大丈夫です。そして、まあ、今回なんですけど、本当に子供のカードがとても出ていて、あなたの素直な心を大切にしてくださいと。頭で考える恋愛ではなくて、あなたの心がどう思っているのか、あなたの心がこの恋に対してワクワクしてる、ドキドキしてる、頑張りたいと思ってるっていう、そのあなたの心、もしあなたの心が嫌だ、辛い、泣きたいっていうふうな感じであれば、またそれはそれでね、こうあなたの素直な決断をしてもいいのかなって思うんだけれども、あなたの心、あなたの心がどう感じているのか、この恋をどうしていきたいのか、素直な気持ち、素直なアプローチを大切にしてねって感じです。そして未来のカードを見ると、ここに魚、ここにね、こちらのカードも出ているから、魚っていうのがセクシャルな関係とかアルコールとか、こう居心地がいい関係、そういうものになってるので、今月の、まあ、特にね、後半、今月っていうか5月の28日から6月の22日まで、金星の魚の時期、特にね、3分割すると後半のあたりには、あの人とこう深い関係になっていったりとか、あとはあなたから見ると年下の人の出会いとか、あと、アルコールが提供される場所での出会い、夜、まあ、バーとかね、そういうところでも、ものすごくね、素敵な出会いが眠っているかもしれません。タロットはね、すべて今日は、正位置で見ていきます。ワンドの6。正義。やっぱり美女とかかっこいいって感じがする。戦車。すごい。ダイアルカナが2枚も出ました。こう、あなたのね、やっぱり思いを大切にしてねっていうふうに出ています。あなたがこう勇気を出して頑張ること、勇気を出して頑張る、それか恋に向かって頑張ることもそうだし、もしかしたら恋を諦めることもあなたの勇気が必要かもしれません。決してね、あなたの恋を諦めろって言ってるわけじゃないですよ。でね、ここに、まあ、天秤、正義とね、戦車っていうカードが出ていて、天秤、正義っていうのは天秤座、そして戦車っていうのは蟹座を表すので、もしかしたら天秤座、蟹座の人にご縁がある。あと月星座、
天秤カニっていう可能性もあって、とてもねセンスがいい人。なんかこう、あとはなんかとてもおしゃれなレストランとかにデートに行くのもいいかもしれないし、あとはなんかそれとはね全く変わって、あなたの手料理とか家庭的な部分であの人にアプローチをしたりとかするのも良さそうというふうに出てるので、やっぱりかなりポジティブな流れが出ています。すごいですね。なんかカードは「頑張れ」って言ってるかな。じゃあね、あなたへのアドバイス。じゃあ見ていきましょう。さあ出ました、アドバイスが。もしかしたらね、今あなたが悩んでること、この恋どうしようかなってこうすごくねこう頭で考えてるんですよね、頭で。でもね、その頭で考えるんじゃなくて、今あなたがね考えていることはもう一度考え直してみるのもいいかもしれない。というのも今回ね、このね子供のカードがとても多かった。なので今あなたがね頭で考えていることは、もしかしたらあなたの本能とは違うかもしれない。で、今あなたがねやっぱりこの恋やめようかなって思ってる方は、もう一回ねあなたの心で考えてみてって、きっとねあなたにとって満足ができる結果になるんじゃないかなってことを言ってくれてるような気がする。こう今回ね、その恋の手放しと頑張ってみてとね両方のカードが出ていたんだけれども、私はあなたが、あなた恋愛ってね頭でするもんじゃないじゃないですか。皆さんね、もちろん私と同じようにいろんな楽しい経験、辛い経験されてると思うんですけれども、頭じゃなくて心で、そしてあなたの心が何を求めているのか、そこを今回はね考えるきっかけとなってもいいのかなっていうふうに思っています。これが2番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。じゃあ3番の方見ていきましょう。5月の28日から金星が牡牛座に入ることによって、あなたの恋愛運がどう変わっていくのか見ていきたいと思います。じゃあ選んでいきます。さあ、じゃあ見ていきます。おお、怒りが再び出ましたね。怒り、実はね2番の方と全く同じカードが出たんですけれども、絆が強まっていくとか、あの人との関係がこうギューってこう強固な強い関係になっていくとかね、まずそういうものが出ています。で、この怒りっていうのは執着点っていう意味もあるので、こう何らかのねゴールが出る人もいるかもしれません。木ですね。いいえ、あ、なんか穏やかなカード、百合が出てます。雲、そしてここに鞭が出ましたね。ハート、あなたのカードが今ねリバースで出てたので、まあリバースで、お、あとは月だ。ああ、なるほど、わかりました。はい、お待たせしました。中心カードはね2番の方と全く一緒だったんですけど、周りのカードが全然違うので、全く違うリーディングに
なっていくかなって感じです。まず3番の方、3番の方のね、過去を見てると、恋、恋愛、あなたの心が非常に長い間モヤモヤしてたっていう風に出ています。こうはっきりしない関係、曖昧な関係、すぐにこう状況がね変わりやすくなってしまったりっていうことで、なかなか安定性がなかったのかな。心がねパーンって晴れる感じじゃなくって、なんかこのモヤモヤモヤっていう不安感とか、そういうものがなんかしばらく続いていたのかなっていう感じがしました。でも今回このね5月の28日から金星が牛に入ることによって、あなたがこのね、あなたが望む恋愛ですよね、この女性こちらの方向いてますよね。なんかね、恋愛のこれ成就とかね、ロマンスっていうカードが出ていて、そしてここに平和とか結婚とかをね表すカードが出てるので、何かこうあなた自身がとても結婚願望が強くなったり、あとはとても家庭的なあの人に出会ったり、あの人と将来の話ができてきたりっていう、このねモヤモヤとしたものがこう取れていく。こちらのカードって、ここに雲が出てて、こちらに太陽が出てるんですよね。なので過去から現在っていう風になると、モヤモヤがモヤモヤが取れて明るい未来になってくる。今なんかそういうね、こう状況が少し見えてるのかなって感じで、そして今回っていうと、とにかくあなたの結婚運とか平和、平和な幸せ、穏やかさが生まれるっていう風に出ています。で、これセクシャルなことかな、なんかねSM チックなカードが出ていて、あの人なのか、未来に出会うあの人なのかわからないんだけれども、なんかこうちょっとそういうアブノーマルなプレイがなんかこう合うっていう感じなのかなっていうふうにも思っています。今月の流れがね、とにかくこのあなたがね、こうあなたの心がとにかく幸せになっていきそうなんです。ほっとするような感じ、こうね、家に帰るとまあやっぱりほっとしますよね。そういう感じの関係にあの人となっていくのかなって感じです。どういう関係の方でも、片思いの方でも、復縁を望んでる人でも、恋愛中の人でも、恋愛中の人でもね、やっぱりモヤモヤがあった人もいるかもしれないし、不倫っていう関係の人でも、なんかあなたにとってこう幸せを実感できるような、そういう感じがするんです。で、新しい出会いを求めている人はなんかこうとてもこう吸引力の強い、こうとてもこう家庭的な人に出会える可能性が強いなっていう風に出ていますはい、こういうカードがね出ました。じゃあ他のカードでもね見ていきましょう。とてもねやっぱり金星と牛は安定感がありますね。金星にとってとてもね居心地がいい部屋なんですよ、お牛座さんっていうのが。はい、はい、こちらね、まあ友達とかね、そういうカード、はい、こちらのカードとね、なんか仲直りとか復縁色とかも出ている。なんかこう過去のお二人っていうのがなんかね、会話はできるとか連絡は取れてるとか、関係性がもしかしたら友達とかね、友達以上恋人未満で悩んで
いらっしゃった方がね、いるかもしれないんだけど、ここにもあなた、ここにもあなたなんですよね。なんか王冠をかぶっていけ、あなた自身がこう自分に自信が持てるとか、私はこう愛されているとか、私はナンバーワンだみたいな、そういうこう自信をこう取り戻すことができる。なんかこういろいろ友達があの人にはいるかもしれないけど、私が愛されてるっていうこう実感とか、自信っていうのがこう持てるのかなって感じがします。でここはね、復縁色が非常に強いカードが出てるんですけれども、まあ、いわゆる復縁、もちろんそうですよね。またあの人と愛し合えるっていう人もいるかもしれないし、こう片思いの方も再びチャンスがやってくるとか、もう一回アプローチしてみようとか、そういうことも考えられるような感じです。恋がね、やっぱりこうあなた自身も変わっていくのかなって気がします。とてもこう心が強くなるというか、自分軸がしっかりしてるような、そんな感じ。ちょっと1枚出ました、コインの2ですね。やっぱりね、過去がね、不安定な感じだったのかな、状況がね、こうコロコロ変わってしまう部分があったのかなっていうふうに思いました。はい、今回はね、全部正位置。すごいな、コインの10。やっぱね、ここでもね、家庭とか結婚のカードが出てるの。すごいよ。ね、ここでも怒りと家が出てて。ねえ。はい、ワンドの9です。これね、嬉しい連絡が来るっていう意味なんですよね。カップのクイーンですね。いや、いいですよ。あのね、なんかこう私、あなたの粘り勝ちっていう感じがするんですよね。こう今まで辛いことが、こう辛いっていうかこうモヤモヤ感、それがはっきりしなかったんだけれども、ようやくあの人がこう動いてくれて、こうあなたにこう連絡をするとか、あなたに何か伝えたいことがあるとかね、そういう感じで、でここでもまた結婚とか形になるっていうカードが出てるので、もう今月は嬉しい恋の決着がつくと思います。そしてやっぱりね、あなたの心が満たされていて、であなたのね、ハートチャクラがね、とってもこう開いてるというか、こう私幸せですってこう言ってるような感じがね、するんですね。だからやっぱり今月のあなたっていうのはこう幸せ、特にこう精神的な幸せ、まあ先ほどはね、ここはちょっと SM っぽい感じがねしたんだけど、でもそれも愛があるからですよね。なんか今月このね、金星牛の時は本当にあなたの満たされた感じがとても出ている。むちゃくちゃ出ています。3枚出そうだな、ちょっと出していきましょう。はい、じゃあね、こちらあなたへのアドバイスで見ていきます。おおまずこちらがね、表と裏が同じカード、あなたの直感力。まあ、ここにもね、王冠が出てるんだけど、第7チャクラも非常にこう発達していくのかなって気がします。あなた自身のこう先を見通す力というか、いわゆるサードアイ的なもの、それがあって、あとね、リカバリー、やっぱこう平和ですよね。仲直り、平和、解決、幸せ、心の穏やかさ、それがね、やっぱり今月この5月の28日からあなたには来るよって。なんかね、幸せな虹も出てるし、むちゃくちゃこう平和な、幸せな、穏やかなっていうカードがね、すごく降りてきました。今月のあなた、なんかこうね、いろんな関係で
悩んでる人、まあ出会いを求めてる人もいれば、いろんな関係でね悩んでる人いるかもしれないけど、なんか一言でまとめると、あなたの心にたくさんの幸せがやってきます。あなたのモヤモヤが取れて、今まで頑張ってきたこと、こう あの人との解決、会話、そういうものが2人にとっての幸せな方向、お付き合いとか復縁とか結婚とか、そういう流れになって、もうあなた自身の心がもう幸せっていう形になりそうな気がしました。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。